サンタクルス公爵、アルバロデバさんアルバロデバさんは、スペイン海軍の父と称される、スペインの軍人、貴族。海軍帝督として知られ、サンティアゴ騎士団員でもあった。1526年、グラナダで生まれる。一族は、ナバーラ出身で、祖父は、カトリック領王のグラナダ戦争に従軍した。また、彼の父親は、カルロス一世に使え海軍に席を置いており、 1535年のチュニス攻撃時にはアンドレアドーリアと共に戦っている。アルバロの功績に対しフェリー・イッペ2世は1569年10月に彼をビソデル・マルケス領主、サンタクルス・デ・ムデーラ領主とした。これによりアルバロはサンタクルス・デル・ビソ公、またはサンタクルス・デ・ムデーラ公として知られた。1544年。 フランス海軍のガリシア攻撃に対し勝利した際に従軍していた。1571年のレパントの海戦など数々の軍港を建てる。1583年にテルセーラ島沖で起きたポンタ・デルガダの海戦では、ポルトガル王位請求者アントニオと、フランス、イングランド、ネーデルラントの冒険者、死略戦連合を撃破した。イングランドがスペイン帝国に、 重大な脅威を与えることを認識していたサンタクルスは戦争の熱心な主張者になった。1583年8月に彼からフェリーペ2世へ当てたアングラド・エロイズモで書かれた手紙にはアルマダについての初めての提案が含まれていた。1587年フランシス・ドレークがカディス・テ白中のスペイン戦を襲撃した時、サンタクルスは 自身の艦隊を装備する手段のないリスボンにいた。結局、サンタクルス独自の判断がフェリッペ2世を立腹させることになり、カディス襲撃に対する失敗と遅れの責任を負わされた。1588年2月9日にリスボンでサンタクルスが休止したのは王の不当な避難のせいであると言われた。ありがとうございます。